あ、すごっ。1300年以上前にこの石加工技術はすごい。加工しやすい石がこの辺で取れるとかなのかな。御所ヶ谷考古石、古代三条の一つのようですが、未だ謎が多いところだそうです。古代三条特徴的な半築工法でね、考古石列石などがね、あるよということで急遽来ました。中もなんかすごい、これ多分水門じゃないかなと思いますけどね。まっすぐ行ったらあるよと。でこれやっぱ古代三条なんで全部もう丸ごと一つですね。郷土の誇り、考古石を大切にということで、じゃあ行きたいと思います。御所ヶ谷考古石。古代三条自体がね、660年の百済滅亡に始まりの、3年後白月の絵の戦い、その戦いのボロ負けを期した日本、和の国が一気に建て始めたと、ね、日本中に作ったということで、対馬の金田の木から大野城、木野城などなど日本中たくさんありますよということですけども、あ、なんだ、88箇所、この山の中にもあるんですね。まあもうありますね。あ、すごい、もうすぐでしたね、入り口から。川が流れて、もう本当大野城のような。わあ、すごい、中門、まあ門、城門。あ、すごっ、あの水抜きすごいでかい。あ、これはでかい、これはいいですね、中野門。まあやっぱちょうど沢のとこに作られるのは他の城と同じようです。石が大きい、本当に綺麗に加工して布積みでね、すごいね。1300年以上前にこの石加工技術はすごい。もしかするとこれはあの何、なんか加工しやすい石がこの辺で取れるとかなのかな。ガン、これ落ちてるのもそうやね、加工されたね。すごい、すごいです。